カール・ルートビヒはドイツの風景画家である。ザクセンイコールマイ人間広告のレムヒルトに生まれた。兄に画家のアウグステ・ルートビヒ、姉に作家のユリエ・ルートビヒがいて、有名な作家の夫をルートビヒはいとこに当たる。ニュルンベルクやミュンヘンで彫刻を学んだ後、海外に展示、1862年にミュンヘン美術院に入学し、カール・フォン・ピロティラに学んだ。 バイエルンの風景や北イタリアの風景を描くために何度も写生旅行した。1868年にデュッセルドルフに移り、デュッセルドルフの美術家協会、マルカソンの会員になった。1871年からフィンランド出身の画家ファニー・チャーバーグの個人教授をした。1877年にシュトットガルトの美術学校の風景画の教授に招かれ1880年まで、 教授を務めた。ルートビヒの教えた学生には、ベルンハルトブッター・ザックラがいる。1880年にベルリンに移り、1884年にベルリンの美術アカデミーの会員になった。ベルリンやミュンヘンの国際美術展で何度か入選した。ベルリンで没した。ありがとうございます。